こんにちは、のり太郎です。本日は正義とはというテーマでお話ししたいと思います。実は私は個人的に正義という言葉が嫌いです。正義が嫌いなわけではなく、正義という言葉が嫌いなわけです。世の中に必要最低限の、正義っていうのは存在するとは思いますが、悪用されるケースがあまりにも多すぎると感じているからです。分かりやすいのが、この尾田栄一郎先生の大人気アニメワンピースに描かれている海軍のユニフォームです。背中に正義と大きく書いてあります。このワンピースをご覧になったことがある方はわかると思いますが、主役が海賊なのでしょうがないんですが、海軍はどちらかといえば悪役で出てきまして、この背中の正義という文字が良い印象の方は少ないんじゃないかなと思います。これは漫画の中の話ですが、この正義という言葉は意味がよく分かっているようで、実は境界が非常に曖昧な言葉です。ウィキペディアでは正義の中にこれだけの種類があるとされています。報復的正義、修復的正義、配分的正義、強制的正義で、それぞれの言葉の詳しい意味はウィキペディアなどをご参照いただきたいんですが、実に分かりにくいと思います。分かりにくいのはなぜかと言いますと、そもそも正義というのはそれ自体に実体があるわけではなく、人間が作り出した、単なる概念に過ぎないからです。だからいろいろな種類の正義があって、何が何だかよく分からないわけです。つまり概念っていうのは実体がないので、各個人で捉え方が違って当たり前のことになります。なので一般的に説明しようとすると極めて抽象的で哲学的で分かりにくくなるわけです。ただそれぞれの正義の定義自体は素晴らしいことを言っていると思いますし、それに従って現在の平和な社会秩序っていうのが保たれている側面はあると思いますので、それぞれを否定することはできませんが、その否定できないということを盾にしていろいろと悪用することができてしまいます。これは一部の宗教とかマルチ商法、あとは国家間の戦争などでも悪用される論法と同じになります。ということで、続いて奴隷洗脳論法ということで、ここでは誰もが反論できない、いわば真理に近い素晴らしいことを単純に分かりやすく A と置き換えて論法を簡単に組み立てるとこうなります。 A は正しいでしょ、だからあなたは B をする必要があります。ここが今回の奴隷洗脳の本質部分です。これを仮に奴隷洗脳論法とでもしましょう。そしてこの奴隷洗脳論法では、真理 A に対する解決法が本当に B で妥当なのかっていうことをしっかり検証する必要があります。例えば流行り風邪の対策で打った対策が本当に有効だったのか、だったらなぜその後に世界一の感染者数になったのか検証しましたか、というようなことです。話がそれましたが、分かりやすく一旦正義から離れてですね、宗教の場合でこの奴隷洗脳論法の例を挙げてみましょう。奴隷洗脳論法悪用事例ということで、仏教では所有することっていうのは幸せではなく不幸なことですという教えがあります。このこと自体はまさに私も真理だと思いますし、今流行りのミニマリストなんかはこの真理にのっとっているのかなと思いますが、この真理は一部の宗教で悪用されます。その場合はこう使われます。所有することは幸せではなく不幸なことです。例えばこんな人がいましたということで、お金で悪い結果になった人の話とか、遺族間の相続でのトラブル事例などを話します。そして次に、お布施をした人はこんなに問題が起きずに今は幸せだという人の個人の感想みたいなのを流します。
そして皆さんお布施をして幸せをつかみましょうみたいな感じに悪用されます。一応弁明しておきますが、私はどこかの宗教に属しているわけでもありませんし、宗教自体は全く否定しません。むしろお釈迦様とかイエス・キリストがおっしゃっていたことというのは真理だと思いますし、否定する要素は1ミリもないと思っています。ただその正義の皮をかぶった悪人がいるので注意しましょうということです。話を戻しますと、先ほどの奴隷洗脳論法はまずは万人に当てはまる真理 A というのがあり、次に一部の人がたまたま起きたトラブル事例に移って、その一例で悪い部分、この宗教ではお金を悪者に仕立てて、それをお布施という解決策しかないと思い込ませると、都合の良い ATM の完成となるわけです。なので真理を知るということはいいと思いますが、それに続く解決策が本当に妥当なのかどうかを考察して検証する必要があります。先ほどの例では何人がその解決法を実践して、そのうち何人が問題解決したのかをデータで示す必要がありますし、お布施しなかった場合と比較して有意な差があったのかっていうのを検証する必要があります。それが示せないようであれば効果を疑う必要っていうのがあるかと思います。次に本題に戻りまして、これを正義に使う場合はこう使います。正義の悪用事例ということで、イラクという国は大量破壊兵器を、まあこれ嘘なんですけど、を持っているフセイン大統領という悪い独裁者がいて、隣国のクウェートという小国の少女がイラク兵が新生児を皆殺しにしたと涙ながらにアメリカ議会で語り、これも嘘です。で、そして世論を動かして正義のための湾岸戦争というのを引き起こして、正義の名のもとにイラク人を殺し、で石油利権を強奪しましたという具合です。正義の場合、嘘でも大きく報道されれば反論すると悪者扱いにされてしまうため、非常に悪用しやすいわけです。そもそも正義は正しい義と書きますが、この正しいとは誰にとって正しいことなのかということを考える必要があると思います。戦争の場合は特にそうです。どちらにも正義があり、どちらも正義のためには相手を殺していいという結論になっています。これは先にも述べた通り、概念同士で実体がないものなので、両者の正義が違って当たり前です。そして冷静に考えて、正義のために人を殺していいという結論はどう考えても間違えてます。また兵士だから殺してよくて民間人だから殺していけないというのも、そもそも兵士も人なんですから殺してもいいというのはおかしな結論です。人を殺していけないという正義はどこに行ったんでしょうか。まあ、昔ですね、日本人は猿だから猿は殺してもいいよっていう論法もあったみたいですが、まあ、それは論外です。つまりは最初に正義の定義をお話した際に意味がよくわからないと申し上げましたが、まさしく正義という概念は曖昧で、ただただ自分が正しいという思い込みに過ぎない場合が多いですし、その結論部分はいかようにも悪用することができる恐ろしい言葉ということです。私が正義という言葉が嫌いな理由はまさにここにあります。それでは正義が戦争以外にどう悪用されているかを見てみましょう。正義の悪用事例集ということで、よくあるのが、社会人たるもの結婚して子供を産んだら、奥さんや子供のために35年ローンを組んで新築一戸建てを建てて車を買って子供を大学まで行かせるのが親として当然の正しいあるべき姿だというようなものです。これは誰にとって都合が良いかと言いますと、まずはその人が働いている会社にとっては借金付けになればなるほど無思考に働き続けてくれるので都合がいいわけです。また
建築業界、不動産業界、自動車業界、教育業界にとって都合のいい正義ですね、これは。そしてまあそれで経済が回っているんだという意見があるかもしれませんが、それを一人で抱えているお父さんはよく考えてかわいそうだと思いませんか。で、次にこんな話もあります。これもお父さんですね。もしあなたが一家の大黒柱が死んだら、残された奥さんや子供が路頭に迷ってしまうでしょう。だからこの保険に加入するのは一人前の大人として当然の正義ですと。これは保険業界の鉄板ネタになります。まあ、私の過去動画でも申し上げましたが、日本人の一般男性が60歳までに死ぬ確率っていうのは 1% 以下なので、まあ 99% 死なないということになります。しかも日本には国民皆保険制度っていうのがあり、毎月給料から高い保険料をすでに国に天引きで納めています、などなど、このようにして弱者を出しにして正義を振りかざして、私たちは様々なものっていうのを買わされているわけです。そうなると正義感が強い人ほどお金がなくなってしまうという、本当は恐ろしい奴隷洗脳がテレビなどで毎日毎日植え付けられており、もはやそんなことは常識じゃないかと思い込まされています。なのでこの日本はですね、特に私のおすすめするコイン投資をはじめ、様々な投資ができない人っていうのが多くなってしまう仕組みになっています。ということで、その仕組みをまとめると、正義の皮をかぶった奴隷洗脳があって、正義感が強い人ほど貧乏になります。そして結局コイン投資などができないということになります。なので、何とも怪しいこの正義の皮をかぶった奴隷洗脳を解くには、最初にご説明させていただいた A は正しいでしょ、だからあなたは B をする必要がありますの B に当てはまる部分ですね、についてしっかり検証されているのか、単なる個人の意見ではないのかっていうのを見極める必要があります。なので私の場合はコイン投資が本当に儲かるのかとか、本当にインフレ対策になるのか、本当に不況に強いかなどの検証を、まあ、今後もしていきたいと思っていますので、まあ、今後もご期待いただければと思います。ということで、この正義という強烈な言葉に騙されず、だからこうした方が良いという結論、それ以外にも解決方法はないのかっていうのを思考すると、考えるということが大事かと思いますし、そもそも自分で正義と思い込んでいるものも、もしかしたら間違えてるんじゃないかなと、まあ概念なんで正しいも間違いもないんですけど、他の正義があるっていうことをしっかり認識していれば、まあこの正義もあるしこの正義もあるなと客観的に見れますので、そういう疑問を持つということが大切じゃないかと思います。ということで、今回のお話は以上になります。いつも動画をご覧になってくださっている皆様、いつも本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。